吉田さん、スピンオフドラマって知ってて知ますかね自分のストーリーが終わった後に自分のストーリーの中に出てくる他の役柄の人を主人公にして始まるドラマですこれをネオバンクで例えるとキャンペーンが終わって自分のね自分のですよ自分の予算がいった後もまだ続くってことなんですよつまり紹介コードを自分のものじゃない人でやりますけどもあなた参加しますか いくらででそれを受けいいいますすかっていう風ななね、ね。交渉なんですよ、ね、いやこれはねこれはですよみんなの銀行でもありえるんですよねあまり多くはね利用規約にどうこうっていうのがあるかもしれませんのでそんな妄想を抱いてるなって人がどっかにいるんじゃなかろうかという想像で私は物を言ってますけどね、うんうん、なるほどねどうですかねみんなの銀行マックス30万じゃないですか30万いくまで面倒を見ますんで10万で。 なんとかかんとかみたいなね、なんでしょうね、うん、なんだろうね、言ってらっしゃい。